岡山県基地から1894年5月28日は、明治時代の弁護士、衆議院議員、東京専門学校及びイギリス法律学校の創設に参画したことでも知られる。号は、青切堂、東東海国上東軍横須賀生まれ、署名重吉、父は横須賀藩の元締役、1865年に同藩の三好家の養子となり、 この時、剣吉と改名。維新後一旦実家に戻った後、別の家に養子に出された。東京改正学校を経て1882年に東京大学を卒業。東大時代に、高田さなえ、天野溜雪、市島健吉らと進行を終え、か渡来らいのメンバーとなる。弁護士業の傍ら、東京専門学校で開校時から法律学を担当したが、 やがて同行の神田進出及び設立準備中のイギリス法律学校との合併を獲得。1885年6月の評議委員会で、否決されるや山田木之助と共に、早稲田を離れ、イギリス法律学校に転じた。1889年東京大原人、新組合会長となる。1890年の 第一回衆議院議員総選挙で、静岡3区から出馬して当選。次の選挙には出馬せず、1894年に死去。弁護士として受け負った、訴訟件数は2304に及んだという。かつての同志だった、市島健吉は、岡山について、もし展示を相当保つたならば、おそらく政治家として、翔太、事業家として大いに名を成したであろうに、 一弁護士で終わりつたのは惜しむべきであると評した。ありがとうございます。